今回はですね、スペースコブラの第5話、謎、敵スナイパーは、というね、お話ですね。第5話のお話です。このね、あらすじとしてはですね、第5話では、逃げているね、コブラとキャサリン、逃げているコブラとキャサリンを狙うね、女スナイパーがいるわけですね。女スナイパーが逃げるコブラとキャサリンを、狙撃してくるんですね。それで、あるね廃墟に逃げ込んで隠れる、コブラたちと、でそれをね追ってくる女スナイパーということですね。まあね、この入れ墨さえなければ、こういうね、怖い目に遭うことなかったにという、そういうね、話がキャサリンの口から出るわけですね。ちょっとね、ここは、切ないシーンですよね。このね、キャサリンや、その他のロイヤル3姉妹はですね、親が残した財宝、親がね、親が多分娘のためを思って、財宝の地図をね背中に彫ってくれるんですね。背中にタトゥーとして残してくれる。これはね、私の解釈でね、漫画とかアニメでは明確には、書かれてはいないですが、解釈としては、もう親がね、娘たちのことをね、世話を見ることができなくなりそうだということが分かってですね、唯一というかね、大きな財産でなるであろう、この財宝の宝の地図、これをですね娘の背中に残したんですね。はい、まあ暗号としてですけどね、残したそれでね、この年齢から言っても、見た目の年齢から言ってもですね、タトゥーが彫られたのはまあ10代とかね、若い頃、もっとね若い頃に、このねキャサリンとかはタトゥーを彫られてるということですね。それで、もしね、娘たちが幼い場合はですね、例えば宝の地図をね、こう書面で残したりとか、ここなんだよって教えたりするとですね、なんか他のね悪い大人とか悪いね親戚とかに騙されてですね、その宝が奪われてしまうんじゃないかと、そういう風に心配した、この親がですね、少なくとも、まあ、10代とかではね、わからない解けないような暗号を、背中に残したということですね。はい、それで将来ね、この娘たちが困った時に3人が集まって、もうね知識も、つけた段階で3人が集まって、それで、暗号を解いてくれればというね、そういうね親の願いだったのかなと思いますよね。はい、こういうね娘たちを思うね親の気持ち、
これがね、入れ墨となってるわけですが、このね、娘の幸福を願う親の気持ちの入れ墨、これがですね、この入れ墨のおかげで、敵に追われることになるという、そういうね、皮肉な結果になるわけですね。はい。ここはね、キャサリンのセリフが重たく聞こえるね、そういう理由でした。それでですね、この女スパイが、女スナイパーにですね、コブラたちが狙撃をね、受けるわけですね。それで、コブラがですね、面白い、セリフを言いますよね。このね、コブラの全身赤い、スーツ、全身赤い、ピタッとしたね、スーツ、タイツのようなスーツですね。この全身タイツをですね、ちょっと撃たれるんですね。それでコブラはですね、俺の一丁羅が台無しだと、そういうようなセリフをね、言うわけですね。普段着ですけどね、まあ、コブラにとってはこの赤いね、タイツは普段もずっと着てますから普段着なんですが、俺の一丁羅が台無しだということをね言って、ちょっとね、面白いコメディの部分をね、こう見てる人に、伝えるわけですね。よくね、コブラではこういうね、危険が迫るとき、なんかにコブラがね、ちょこちょこっと面白いことを言って、そういうね、シーンがありますよね。これはね、コブラの明るい性格をね、表現してる、と思いますね。追っ手に追われても、こうね、ちょっと面白いことも言うという、そういうね、コブラの明るい性格ですね。それからもう一つ、この追っ手に追われるとかね、命の危険が迫るとか、そういったことはね、コブラにとっては日常茶飯事なんだよと、普通のことなんだよというね、ことを示してますよね。はい。昔はね、まあ、このコブラはね、海賊コブラとして、ギルドにたくさん追われる立場だったので、この命の危険もね、毎日のようにあったと思いますね。はい。ですからもうそれが普通になって慣れてしまって、自分がね狙われてる時もギャグを言うという、そういうね、シーンですね。はい。それですね、この回ではですね、コブラがね、サイコガンの出力、パワーを抑えてセーブして、人間を撃つシーンがあるんですね。出力をね抑えてますから、サイコガンのパワーを抑えてますから、その人間がね傷つかないで気絶するだけ、のシーンがあるんですね。気絶させるだけですね。はい。これはね、まあ、例えて言うと、スタンガンですよね、スタンガン。スタンガンで、人間を気絶させるような、そういうね、ことも、サイコガンはできるんですね。はい。
ってね、今の説明、ちょっと長いですよね。うん。サイコガンの出力を抑えて人間を、気絶するぐらいの力で撃つ。このシーンがあった時にね、ニコニコ生放送でね、コメントがバーって流れてきたんですけども、どういうコメントかっていうと、峰打ちっていうコメントですね。はい。峰打ちっていうコメントがね、バーッと流れてきたんですね。これはね、笑いましたね。的確でね。結構ね、面白かったですね。まあ言われてみるとね、その通りなんですよね。峰打ち。まあね、剣術用語で、この刀の後ろの部分、刀はね、片刃ですから、切れる部分と切れない部分があるんですね。で、切れない後ろ側の部分、刀の背中側の部分ですね。これで相手をね、バシッと殴ると。そうすると、頭とか殴るとですね、まあ、要するに鉄の棒で殴られたようなね、そういう状況になるわけですから、切れないけれども、脳震盪で相手が倒れると。ね、傷つけないで相手を倒す。そういうね、技が峰打ちなんですが、こういうコメントが流れてきてね、なんていうんですかね、言葉の豊かさというんですかね、感じましたね。でね、この剣術用語、峰打ちですけども、こういうね、剣術から来てる言葉、これは結構ありますよね。で、今のね、現在の日常生活でも残ってるものが、たくさんありますね。これ面白いですよね。例えばですね、いっぱいありますけど、例えば、そうですね、わかりやすいところで言うと、つばぜり合いとかね。はい。つばぜり合いはね、この刀の根元の付近ですよね。根元の付近のこのつばと呼ばれる部分が相手とね、こう絡み合うようになって、お互いにね、動けない状態、引けない状態ね。こういうね、力比べのようなそういう状態を、つばぜり合いというらしいんですが、これなんかね、もう言っただけで意味は分かりますよね。はい、大体の意味はね、分かりますよね。こういうね、言葉、面白いですね。はい。